カフェに入ろうと思って。あ、カフェ、そう、カフェどこかなっていう。え、一緒に行く？どこ？カフェ、あ、いや、俺も知らない、友達待って、うん、逆に飲み行く。俺知らないよ、飲み屋街とか。はい、はい、ちょっと動くのやめてください。いらないよ、オープニングなんて。え、オープニングでいらない。え、ちょっと新しいのをやろうかなと思いまして。おお、何？怖っ。主要駅ナンパ企画っていうのをやろうと思っております。はい、あの、僕がいくつか候補を出すんで、はい、その中で行きたいのを決めてもらって、で、網だくじをして、おう、行きたいとこ行ってナンパするっていう企画です。なるほど。おー、なんかナンパ旅のロケチックな。この企画のルールを人間が説明いたします。主要駅4つの中から目的地を決定、その場所に行き、僕らがナンパをしていくルールとなっております。1個目、はい、あ、川崎。おー、候補1ね。2個目、ヒップホップ池袋。3つ目、錦糸町。錦糸町、あ、でもやったことないかも。4つ目、ニコタマ。あ、ということで、意外とやってないというかね、ちゃんとフォーカスしてやってないとこなんで。池袋行ったことあるな。ちょっと1個じゃあ、なんか出して。赤羽も行った。北千住。あ、じゃあ北千住しよう。そう、でもちなみに何かあるの？このじゃあその4つだったらどれがみんないいみたいな。いや、ニコタマでしょ。ああ、ニコタマなんだ。へえ。ニコタマなんだ。へえ、そうなん？じゃあ4で。4で。さあ、何が出るかな？さあ、これはあれですね。そう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 。何それ？まあ、そのゴリパラのあれね。もともとはあれなんですけどね。たけしのやつなんですけど。あ、そうね。はい。うわ、北千住だ。うわ、北千住だ。北千住ですね。なるほどね。うわ、絶妙やね。まだ元気のセフレがいた町ですか？あ、そうなの？いや、いなかったよ。あ、いなかったっけ？あ、違うもんか。違う町でした。というわけで、今回の主要駅ナンパは足立区北千住駅でナンパする旅でございます。ということで、いやそこもあったね。北千住。いや、めっちゃいい。めっちゃうまい。うまいんかい。まあまあ、今からやって、なんだろう、夕方とかさ、まあまあ、今暇な人もおるかもしれんけど、連れ出しはいけるそうな気はしますけどね。別にそっから恋愛があるかもしれませんし、うん、なくてもいいですし、うん、もうそうですから。ただナンパを楽しもうよってことですね。だから今日は北千住、はい、北千住という街で、はい、やっていきましょうね。じゃあ、いいよということでやりますか。やりましょう。北千住。北千住を知りたくはあるね。一応でかい駅であるんよ、北千住は。確かに 5個の路線があるから。はいはいはい。で、茨城とか、うわ、北関東の人とかね。お、いる。すいません、すいません、すいません。あ、ちょっといいですか？お、おしゃれ。あ、ちょっといいですか？北千住の方ですか？また。じゃあ、もう全然知らないですか？全然知らなくはないです。北千住の繁華街みたいなの場所を探してるんですけど。こっち？こっち？こっち？あっちじゃなくてこっち。北千住遊びに来たんですよ今日。珍しいですよね多分。あ、まあ友達も夜来るんですけど。なんか楽しい。あ、急いでます。お買い物？スリーコインです。買い物してました。東京の人ですか？横浜です。あ、横浜なんだ。どうします？どうします？あ、いや、友達と北千住知ろうぜみたいな。まあでもちょっと可愛いっていうのも一つちょっとあります。何するんですか今からは？ショッピングしようかな。おー、何を買う？一緒にしますか、ショッピング。暇なんで。
行きます？え、行けんの？え、ちょっと待って、ガチガチガチかよ。嘘でしょ？嘘だろって一発目だぞ。ちょい、ね、大事件起きたなこれ。私たちはやっぱり北千住お届けチャンネル、はい、うん、北千住特化型になったの、うん、北千住やっぱね、まあ、この街シリーズは、まあ、続くかなとは思ってるんですけど、はい、彼らがやっぱ行く店とか、なるほどね、うん、まあ、ナンパでね使えますよって、もしかしたらこれ見てる人ナンパでね北千住あ行ってみようってなるかもしれませんから、はい、みたいな動きをまあしつつ、まあ、北千住を知っていこうかなっていう。いやでも本当ほぼ初やからね。背景昼飲みハッピーアワー始めます。すごくない？オール300円。え、これはいいですよ。うん、もちやき一応好きなおとんばさんです。ちょっと行ってみましょう。あ、なんか綺麗だよね。最近開いたっぽいな。あ、23年にリニューアル。お、我々はもうほんと昼ぐらいなんで飲むしかないって感じになってます。も、まあもう今日は私は飲みますよ、もちろん。あら、それはもうこの企画では飲むっていうことでしょうかね。じゃあ、あ、じゃあそう、いい、ちょっと映しとこう。そう、珍しい。皆さんこれレアですよ。だってゴリパラですから、それは。そうか、そう、リスペクトね、うん、飲んで泣くまでがセットね。一本ね、誰がいつも泣いてるっけ。斉藤か。じゃあ順平斉藤で。いや、何ですか、これ。ワイスサワーですね。見たことないやつ。美味しいやつですよ。でも私はトマトハイ。ああ、はい、シソ、シソって言ってた。そうだ。苦手そうですね。あ、美味しい美味しい。面白い。はい、歩いてますね。入りました。昼。2時35分。カブラヤか。あ、来た。来た。来ましたね。さ、どこに向かっているのか。全然わかりません。結構ディープ、もう住宅街だね。もしや、もう直で家行くとかないよな。いや、可能性あるぞこれ。すごいぞこれ、可能性あるね。お、こっち。ラブホガイってことこれ。え？ラブホガイ？ちょっとやな、でも。よし。あはい。いやいやいや、ちょっと観念してよ、一発目から。え、別れたってことじゃ。あ、別れましたよ。あ、なるほどね。はい。どんな方だったんですか。タメ。なんか綺麗でしょ、普通に。で、ショッピングしていたの。そう、俺もむずいなと思って。一人目っていうのがあったんで。いや、すごいね。福田選手知れた。まあ、いろいろ話はしたね。あ、ほんと。さっきでもちょっとディープなとこ通ってったから、あそこはちょっとディープかもみたいなとこ言ってたけど。ラブホテルとかもあったもんね。そう、ラブを誘ったんですよ。あ、誘ったの。そうです。あ、すごいね。え、誘ったの。誘いました。5時までやったら暇だよって言ってだから、じゃあ5時まで行くっつってホテル。おお、言ったと。言った。したら、あった、ラブホテル5時までだったら行けます。何なんですか。まあ一応聞きただけです。リードしないといけない。そうです。夜の下見か。そうじゃ、そうやな。断られました。出会ったばっかだからって言われて。まあそうだよね、そうだよね。確かに。いろいろ楽しかったんで、はいはい、ナンパ、またナンパしてきますって言って。ガチ？俺がね。そう言った。言ってすごいメンタルだな。まあ余裕があって呼べるかもしれないけどね。ああ、まあ連絡交換してるけどね、俺。してないの？うん、え、してないんだ。してないっす。あらららら、ストイックだね。ストイックですよ。あ、確かに。まあもうレジェンド YouTuber って言ってきました。レジェンド YouTuber の人ってちょっとご飯に行かせてね、いただく機会がありまして、はいはい、まあ多分おそらく気に入ってくれたのよ。おー、いいやん。そう、気に入ってくれたからこそ後半でめっちゃ YouTube ダメ出されて。なるほどね。いや、それでしびれたね。例えばどういう。元気ジャパンは、うん、なんかその中途半端みたいな、めっちゃ言われるね。
俺やっぱ今まで YouTube やってきて、うん、そういう先輩に出会ってなかったの、うん、YouTuber の先輩、まあ、確かに確かに、めっちゃ耳痛いわみたいなの言われて、すごいめっちゃ本当に、まあよく逆にそんな見てくれてるやって、確かにちょっとしか見ないと思うけど、多分それでもう分かって、例えば音声とか、はいはい、お前ら音ちゃんとした方がいいよとか、まあ確かに、でもそれはまあまあ確かに確かにってとこや、ちょっとサボってたところやし、頑張りますって話食らえましたね、完全に定期的に叱っていただく、いいよ、まさか、すみません、すみません、あの、おすごいです、なんか今北千住に初めて来たんですけど、おすすめの飲み屋とかしてた、お、何してるんですか今日北千住、習い事、習い事、何の習い事ですか、内緒、何習い事って、内緒怪しい、なんか夜風俗持ってきて、すみません、すみません、すみません、あ、すみません、すみません、たくさんですね、すみません、すみません、あ、日本人ですか、日本人ですか、あ、違う、どこの人ですか、あ、中国、仕事何してるんですか、あ、今仕事して、仕事してないの、え、だから、え、勝負、あ、勝負、勝負って、勝負、風俗ってこと、風俗、そんなことをオープンに言わ、こんなオープンに、すごい、今日は仕事じゃない、お、飲み行きましょうよ、ちょっと用事あるから、何するの、勝負、あ、主婦、あ、主婦、主婦、ね、え、でも風俗、うんって言ったじゃん、主婦ね、すみません、日本語って難しいね、バイバイ、バイバイ、バイバイ、いや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 、上がったよ、上がったのに、ちょっと下がったね、そうだったすみません、お姉さんです、聞こえますか、つけてる、いや、ちょっといいですか、 OK です、スカート、え、あ、スカートじゃない、スカートじゃない、な、何してる人ですか、じゃあ北千住っぽいって言ったら失礼ですか、もしかしてちょっとギャルのイメージがあったんで、見つけたと思って声かけちゃいました、初めて来た。初めて来た。初めて？初めて？あ、なんで？何しに来たんですか？友達と飲みで。ああ、じゃあ普通に飲みビア街は結構あるとですか？女の子？男。え、あそこか。そこか。で今から飲みね。ちょっといかつい男ですか？ちょっと逃げますじゃあ。すみません。会ったことなくて。え？どういうこと？一回ゲーム友達。パブ、スマブラとかですか？何？何ではあるの？スマブラではないけど、はい、じゃあ LINE 聞いておきます、あ、じゃあいいです、30分ぐらいやったらまだ欲しい、逆に飲んでいいです、これ知らないよ、飲み屋街とか、うん、あ、そうですね、じゃあやっぱ話題はやっぱ最近のチャイナさんじゃないですか、最近のチャイナさん、最近のチャイナさんやっぱ評価されてますから、いや嬉しいね、でもそのそこじゃない、カメラの外にいても評価さ、あのコメントに違うのかしら、あ、コメント来てたね、最近のね、チャイナさんの裏回しというかツッコミというかが優れてるんじゃないかという話がね、やっぱコメント欄とか、まあ普通にまあ身内からとか、まあやっぱでも最近その意識してインプットをしてたりするじゃないですか、そうね、まあ会議でなんでこうなったかっていうと、会議でツッコミになろうみたいなことが決まったよ、決まったっていうかツッコミ路線がいいんじゃないかみたいな、順平のナイスパス、イエス、でうち、ナイス指示、ナイスアドバイスというと、まあ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 、ありがとうございます、まあ別に俺はこれはまず突っ込んだ方がいいと思ってる、俺は別にチャンスちゃんとその動画の中で使える言い回しとか、はいはいはい、補足とかをちゃんと見れるようになったから、おー、まあじゃあ、まあ、編集の成果もあると思う、もちろん確かに編集するって分かるやん、ここでこの発言欲しいなとかさ、はいはいはい、あったら、この発言マジ助かるわみたいなのがさ、はいはい、まあ、見たら、ね、自分がどんどんその蓄積されていくやデータが、じゃあ今やっと開花したっていうとかっていう可能性はありますだから、いいですね、じゃあ社員のインプットが止まらないの最近、そうだから、お前の曲はパクリで
俺のはレクイエムってことダメだろうね。またこうこいつだったね。来ました、それちゃんと。暑いなそうですね。内容はもうちゃんとしないけど。暑いなまあでもなんかラップも、はいはい、今度あのラッパーの友達がいるんですよ。はいはいはい、彼ね。そうに、うん、あの今度ラップのこと教えてって LINE して、まあ、うちの今の一番のお気に入りは、チンザー VS マハ。よろしく。やられちゃった。でもやられないように頑張らなきゃ、みたいなやつ。お笑い、格闘技、ラップ完全に男ですね、俺はもうやばいです。まあ、いかにどれぐらいのコンテンツに触れられるかが鍵だと思います。入ってきました。お疲れ様です。どうでした。いやなんか本当に、うん、北千住初やった。あの感じであの感じで初やった。マジ北千住の女みたいな失礼感じだったけど、うん、でも悪口じゃないな。北千住が悪いわけじゃないからさ。まあ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 、そうよ。まあまあ、まあ、全然。で、まあでももう今飲み行く予定だったの。違う人と、違う男と。でもなんかまだ来ないんだよねみたいなことを言い出したから。カフェだったらいいよっつって。まあカフェっていう感じで行ってきたよって感じ。本当時間するし。女の子にねそんなこと言われちゃったらナンパ師の元気さんはね。行かないとね。行かないといけないよね。行けないよね。ということで。ちょっと違うよな。今日の趣旨とちょっと違う。もしかして全然違います。ていうか皆さんこっからです。こっから本題はね。はい、実はね、まあ22で飲みに行こうっていうね。ああ、そっちやつの企画なんだな。マジで言ってんじゃん俺たち。はい。で今からはまあそういう感じでやっていきましょう。人間の人間付き合ったからな。まあまあ浮気。浮気推奨は果たしたでしたっけ。多分ぶち殺されます普通に。よっしゃー、休憩後ですか。こっからが本番ですよ。夜の北千住また雰囲気が変わってくると思うんで、平日でもね、すごい。はいはいはい、こっから突撃相席飲み、イエーイ、いっちゃいっちゃえということでね、北千住で飲み歩いてる女性に密着してきてると思います。火曜日なんですけど、いるんですか。まあ、数少ない女性でも皆さんにお見せします。さすが最強ナンパ師。いえいえ、いや、え、キモいな。いやっぱさすがナルシストですねすいません。すいません、すいません。あ、こんにちは。髪の綺麗です。あ、今ちょっと北千住、僕は YouTube やってて、ちょっと北千住の魅力についてお聞きしてもいいですか。え、北千住詳しいですか。いや、今バイト行くところ。あ、今から。え、飲み屋ですか。焼肉屋です。あ、焼肉屋か。何時からバイトですか。今もうあと10分あと10分後だ。なるほどね。あ、やばい。おすすめのお店。あ、でも落ちてます。あ、後でね。後で名前だけ言ってるんですけど、ビビってビビ、ビビ美しいを書いてビビ。なるほど。女の子ナンパして4人ぐらいで行きます。はい、お願いします。わかんない、空いてるかわかんない。あ、了解です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。何ですか。何ですか。こんな画面を占拠して。はい、悪いですか。はい、画面映ってますよ。悪いですか。ちょっと俺も。すみません、僕から謝ってきます。視聴者の皆さん。え、うん、すみません。あれ、こんにちは。僕ら今北千住のなんか、はい、街ロケみたいにしてて、はいはい、インタビューみたいにしてもいいですか。いいですか。ああ、優しい。あれ、今どちらに行こうとしてますか。バイト。え、焼肉屋ビビ。さっきインタビューした子がビビの働いてた子で、あ、髪色すごい、カラバリがすごい。そういうこと？カラフルな店ってこと？カラフルなお店なんだ。あ、そうなんだ。後で行くかもしれないです。はい。かわいいし。かわいいし。みんな泊まってくれるし愛嬌よくて。え？どうなってるんですか？どうなってるんですか？あ、かわいい。ちょっとカメラに緊張しないんだ。僕らとビビ行きましょう。いや、もうサボ。はい、はい。え、ビビ。え、じゃあ一緒に席ついて焼肉食べます。いいんですか。いいんですか、逆に。本当に？ちょっと行ってみる一回じゃあ。そのビビ、ビビとやらに。いいですね。あ、これ？あ、これか。あったあったあった。これか。行ってみるじゃあ。あ、じゃあお願いします。俺らここで待ってるわ、じゃあ。
大丈夫？本当に？本当ですか？え、じゃあ一緒に食べれる？え？何ちゃんですか？コノハ。コノハちゃん。珍しい名前だね。うん。会ったことないです。ああ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。北千住今さんいると。はい、元気です。あ、してくださってたんですね。ありがとうございます。出身はどこなんですか。出身は埼玉。店長と社長が見てるね。なんかナンパできねえな。はい。あ、すみません。お願いします。お願いします。いや、来ちゃったじゃないよ。来ちゃったー。で、何、今ラップバトル見てたんですけど、こっちは一番すごいから来ちゃった。すごいよな。ちなみに、今日誕生日です。おめでとう。ございます。何にも予定なくてね。始まりました、女子会でございます。お疲れ様です。乾杯です。乾杯です。わざわざありがとうございます。いやー、恋してます？導入キモ。女子会すぎるよ、あまりにも。この前さ、新大久保でさ、2人でホルモン食べながら恋とはみたいなさ、チャミスリモンってるのがさ、むずいねとか。これ公開しますよ、これ。してください。全部ブロックしたけど、なんか意味わからんインスタのアカウントから来たよ。熱っ。熱っじゃない、あんた。もちろん無視したけどさ、そしたらブロックされたよ。見てるか。おら、ダメやろ。勇気ある冒険。いいやん。進撃の巨人だから。ちょっと分かんない、分かんない。むずい、むずい。あれラブストーリーだからね。あれ恋愛攻略本だから。これは例えば生食ホルモンって生で食べれるってこと？生で食べれる。嘘。ホルモン生で食べれるんだ。ホルモン生。だからさ、その美しい美しいって書くじゃん。やっぱ美女しか働いてないみたいな感じはあるんですか？いや、そうです。顔さいよ。ない。はいって言っちゃってる。本当かよ。愛嬌。愛嬌、なるほどね。この歯はどっち？愛嬌か顔だったら。どっちも。自分で言うのがいいね、あなた。でもさ、めっちゃいい宣伝になるくない？コノハちゃんが働いてますよっていう、ね、視聴者が見に会いに来るのとか全然大丈夫ですか？おー、いいね。ナンパされるよ。看板娘じゃん。だったら大学が電気ってことは理系ってことは音が多いんじゃないの？うん、そうです。女の子少なそうだもんね。卒業後なんかやりたいとかあるんですか？警察のサイバー、警察。なんそれなんそれ、うん、悪質なハッキングとかサイバー攻撃からテロとか守る部隊、うん、すごい。分からんね。見た目で人は判断しちゃいけないっていうか。ほら、だって警察になったら髪は黒にするでしょ。黒髪になった時がすんだよ。あ、確かに見たい。あります。ある。かわいい。コナちゃん、TikTok なんかやってる？やってそうじゃないの？やってそう。絶対モテるよな。確かに。恋愛事情が聞きたい。草食男子の方が好き。人間さん。誰が草食です。誰が草食だよ。なんでやだな。彼氏はいると思います。気になる。いると思いました。いると思いますよ。てか、そうや、昨日付き合ったんですよ。あ、そうです。昨日告白して、そのマッチングアプリに出会って、そう、何回目で付き合った？3回目。会ってすぐエッチしてんだよ。してねえわ。あとすぐエッチして3回目で。ねえ、付き合う前にしても OK 派ですか？会ったことない。うん、まあ、ママ二十歳やからね。人間さんはもう出会った瞬間するタイプ。失礼します。ハラミになります。ありがとうございます。で、一人3枚か。感想欲しいな。感想ください、カメラ。
何？すごい、うまい。うまいんだ。お。飲める。みんな飲める。え、食べたことあるんでしょ、でも。みんな飲めるの？飲めるこれ。見て、やばい、頼んだけど。ナンパされそうで怖い。まあ、なんかナンパされてついてきてます。まあ、店長が守ってくれる。本当。まあ、店長は今いるけど、この、まあ、店バイト終わって、と一緒にカラオケ行かないと。大丈夫。下僕だよ。お疲れ様です。いやーなかなか長丁場。いやそうね。でも俺らはさ、それこそ終電覚悟してたから。まあまあまあ。なんなら早く終わる。早かったね。確かに感じはあるけど。結局どうなの、北千住のナンパ事情は。なんか髪の毛が明るい人多いね。うん。なんかやっぱハイトーン多い。ハイトーン多いし。うん、俺やっぱ感じたのは下町だから、はいはい、あの近くが、はいはい、結構ラフな子多いなと思った。なるほどね、明るいというか連れ出しも行ける、はいはいはい、数多いし、3回目の子もね楽しかったですよ。 おすすめです、ドアに言うと。じゃあ星5で判断してもらいます。うわー 3.4 です。なるほど、刻む。それは高いのか。しかも1回目これが基準になります。だいぶ基準よ。なんかほぼというのも変かな。と一緒か。1回目が一番基準になるわけね。我々もなかなか昼からあの飲ませてもらって、結構酔っ払ってるよね。純平、はい、やばいよ、酔ってんの今日。やばい。あ、そういうこと。5、6杯行ったんで。いやーすごい。純平にしては行ってるよな。 Vlog 部門何点欲しい。あー 3.5。 おー、3.45。 あんまり変わんない。じゃあ結果 3.5 って聞かれてぜひ皆さんナンパね、ちょっと遠征してみたいもいいなって方は行ってみてください。北千住、うん、最高です。おーチャンネル登録してほしいよ。恥ずかしい。LA バージョン。